ダブルフィギュア8ノットの結び方。ロープをくるくる手前から末端を通します。ロープが来た道を戻るようにロープに二重の輪を作っていきます。ロープが交差することがないように綺麗な二重の輪っかを作っていきましょう。外側の輪は外側、内側の輪は内側、ロープに交差がないことを確認していきます。これをロープの本線としたとき、外側の輪っかはロープの本線ではない方へ、ロープの本線ではない方へ外側の輪っかを持っていきます。ロープを1本ずつ引っ張りしっかりと締め込んで8ノットを完成させていきます。実際に8ノットを使うときはフィッシャーマンズノットによる末端処理が必要になります。末端処理のやり方はフィッシャーマンズノットの別の動画を用意しますので、そちらをご覧ください。その他より詳しい登山技術について知りたい方はプロフィール欄よりクリアドベンチャーズの公式ホームページをご覧ください。ではまた。